We break up and you slam the door. I messed up on the bedroom floor.バレエとパーソナルトレーニングで生涯健康で美しい体を作るエレコアチャンネルのサキです。9月に無事第1子を出産しました。たくさんの温かいコメント本当にありがとうございました。今日からまた新しい動画をどんどんアップしていきたいと思っているので、これからも応援よろしくお願いします。今回は私が産後約2ヶ月で8キロ痩せた骨盤矯正エクササイズをやっていきます。お腹のたるみやウエスト周りをキュッとくびれさせるだけではなく、骨盤の歪みにアプローチして正しい姿勢を作るので、全身痩せたい方にもおすすめです。終わった後は体がポカポカ気持ちいいと思うので、動画を見ながら私と一緒に動いてみてくださいね。それでは始めます。それでは仰向けで横隔膜をほぐす動きからやっていきます。では膝を立てていただいて、この肋骨の少し内側のあたりを4本の指でマッサージしていきましょう。少し肋骨の内側に指をぐっと差し込むような感じでほぐしていきます。横隔膜は呼吸と深く関係のある、場所になりますので、柔らかくほぐしておくことで深い呼吸ができて、でお腹が、お腹を引き締めるのにもかなり関係があります。柔らかい、横隔膜が柔らかいとしっかりと呼吸ができて、お腹も引き締まりやすくなります。しっかりほぐしていきましょう。気持ちいいと思います。特に硬くなっている部分はしっかりほぐしていきましょうね。あと少しです。はい、バッチリです。では次は両手を横に開いていきましょう。足と足をくっつけていきます。はい、このまま上体は力を抜いていきます。このまま膝を左右にゆっくり倒していきましょう。できるだけ大きく倒しちゃってください。はい、このウエストの筋肉、この横の筋肉をしっかりとほぐしていきます。でここが硬くなると、やっぱりお腹も引き締まりにくくなっていきますので、それが原因で結構お腹が引き締まりにくくなっている方、あと姿勢が悪くなってしまって、お腹がぽっこりしてしまっている方も多いので、まずはしっかりとほぐしていきます。いい感じです。深呼吸しながらしっかりほぐして、さあ大きく左右に倒していきますよ。はーい、 OK です。気持ちいいと思います。はい、では今度はこのまま深呼吸をしていくので、もう一度足を少し開いていきます。お腹のところに両手を置いていきましょう。息を吸った時にお腹をぐっと膨らませて、で口から息を吐いておへそを床に近づけるようにお腹をへこませていきます。吸って膨らませて、吐いてへこませます。さ、できるだけおへそぐーっと押し込むようにお腹を薄くしていきましょう。吸って膨らませて、吐いてへこませます。吸って、さあ吐く息を長めにしていきましょう。ふーふー、ぐーっとへそ近づけていきます。吸って薄いお腹を作ります。ラストです。はい、この呼吸の時はちょっとお尻の下をキュッとすぼめるような意識をすると、この骨盤底筋というお腹の引き締めに関係ある筋肉がしっかりと使うことができます。では上体を起こして肘を肩の下についていきましょう。膝を曲げた状態で足を持ち上げます。このままつま先で床をタッチしていきます。肩や首、余分な力を抜いていきましょう。今のこのおへそをぐーっと押し込む感覚、それからこの骨盤底筋にキュッと力を入れている感覚を保ちながらやっていくと、このより下腹部に効いてきます。とてもいいですよ。そのまま行きましょう。できる方は少しつま先遠くに置いていきます。遠くにタッチ。さあ呼吸忘れずに行きましょう。ちょっときついですよね。頑張っていきましょう。さあきつい時しっかり呼吸してくださいね。ラスト。はい、 OK です。はい、では仰向けになります。で両手を体の横に置いていきましょう。このまま足を持ち上げていきます。今度は膝を横に開いていきます。で膝
下を伸ばしてもう一度曲げて、この動きを繰り返します。伸ばした時、足が床から少しこう斜め上に向くように伸ばしていきます。でこの足の高さは下に行けば行くほどお腹に負荷がかかって大変になるので、難しい方は少し高めにしてもらって大丈夫です。できる方はギリギリ低く頑張っていきましょう。で腰が反ってしまうと腰に負担がかかるので、腰が反らないでできるところでやっていただければと思います。隙間ができないようにしていきましょう。ちょっと時々こう手を入れてみて確認してみてください。下腹部意識していきます。ラストです。はい、 OK です。では足を伸ばして準備します。はい、片手横で片手頭の後ろに持っていきましょう。今、曲げている方の手と反対の足の膝を曲げて肘と膝を近づけます。今度は膝を伸ばしてつま先をタッチします。はい、では続けましょう。さあこの動き結構きついと思うんですけど、お腹を引き締めるのにはかなり効果的です。私も結構毎日ちゃんとやっていました。大変なんですけどね、頑張りましょう。しっかりウエストからひねるようにすると効果的です。きつい方はペースはゆっくりでも大丈夫ですよ。ラスト、はい、一回休憩しましょう。一回力抜いて大丈夫です。はい、では反対の準備をしていきましょう。はい、では反対の今度肘と膝近づけていきます。で起きるとき息を吐いていきましょう。吸ってからもう一度しっかり吐きます。吸って吐いて、ウエストからしっかりひねっていきますよ。さあ続けます。1、2、頑張って肘と膝ぐっと近づけて、今度はつま先をタッチです。あと少し頑張っていきましょう。タッチ、汗かいてきますよね。きつい。さ、あと一回頑張っていきましょう。ラスト、タッチ、はい、お疲れ様です。では横向きでいきましょう。お水とかしっかり飲んでくださいね。 OK です。では肘を曲げて頭の後ろで組んでいきましょう。で難しい方は両手床に置いても大丈夫です。このままバランスを少し取りながら両足をゆっくり持ち上げていきます。2、3、4、5、6。そうで、このこれもくびれを作るのにとても効果的な動きなんですけど、ちょっとこう上体浮かせてバランスを取ることで体幹部もしっかり使うことができるので、お腹全体をこうキュッと同時に引き締めることができます。さあバランス難しい方は手を床に置いても大丈夫なので、ゆっくりでもいいので頑張っていきましょう。はい、さ あと少しです。はい、お疲れ様です。では反対いきます。しょ、はい、では反対も同じように準備します。難しい方は手をついてください。左も同じようにいきます。さあ少しバランスを確認してから、グラグラしないように気をつけていきましょう。1、2、1。なるべく背中もしっかり伸ばして猫背にならないように気をつけていきますよ。さあこの脇腹とおへそ両方意識していきます。難しい方は手をついていきましょう。呼吸止めちゃうと結構辛くなるのでしっかり呼吸していきます。1、2、1。きついですね。頑張りましょう。あとちょっとです。ラスト、はい、 OK です。ではうつ伏せでいきましょう。今度はお腹だけじゃなくてこの後ろ側のくびれも作っていきます。背中を締めていきます。では足を少し開いて両手を肩
肩幅にして、手を少し持ち上げたら肘をグッと引いていきます。伸ばしたら下ろします。息を吐きながら肘をグッと、寄せるようにして近づけていきましょう。でこの時もおへそを少し床からこうおへそを浮かせるような感じで、お腹の筋肉、こうお腹のインナーマッスルを意識できると、お腹をへこませるのにとても効いてきます。ちょっと大変ですよね。無理に上体をたくさん上げなくても大丈夫です。しっかり呼吸していきましょう。しっかりと肩甲骨を動かしていきます。ラストです。はい、OK です。はい、お休みします。はい、では、今度は肩の下に肘が来るようにして、これでラストなので頑張っていきましょう。はい、で足を捉えてキープします。頭からかかとまでを一直線にするようにイメージしてください。はい、でおへそがずっとこう天井の方に上げ続けるような感じで、お腹をへこませた状態キープできると、下腹部を引き締めるのにとても効果的です。でこれも呼吸止めないように頑張っていきましょう。これ苦手な方も多いと思うんですけど、まず30秒だけでもいいので、ちょっとずつこう秒数を長くしていってみてください。また少しですよ。皆さんお疲れ様でした。実は今回のエクササイズは一時的な産後太り解消だけでやめてしまうのはとてももったいないんです。骨盤から正しい姿勢を作る効果もあるので、続けるほど健康で美しい体を作ることができるプログラムになっているからです。健康で美しい体を作るためのおすすめのやり方は、まず1ヶ月集中して行って、その後は週に 2,3 回など無理のないペースで行っていただくことです。ぜひやってみてください。このチャンネルでは生涯健康で美しい体を作るための運動や食事方法を配信しています。一緒に頑張れそうという方はぜひチャンネル登録もお願いします。公式 LINE でも3食食べても太らない体を健康的に作る情報を今だけ無料配信しているので、興味がある方は概要欄からお友達追加してくださいね。それでは今日も最後まで見てくださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。